日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト今日は初恋についてはいまた少しですね押し気味で始まってしまいましたね日本語コンテペイですねよろしくお願いします押し気味ね少しポッドキャストとかねいつもいつもいつもっていう ゆっくり言ってたので、時間がなくなってね。時間が押してね。初恋についてね。ちょっと早く言ってしまいましたね。なかなか慣れないですね。もう100160回以上繰り返してるのに、なかなかタイミングになれないですね。はい、160回以上もう長いですね。長くやってますね。毎回ですね。20分間話してますから、合計で言うとすごい時間ですよね。 1>, 1回20分ということは3個ね3個日本語コンテペを3つ取れば60分ですね60分でことは1時間3つのレッスンねめっちゃレッスンじゃないえと3つのポッドキャストで1時間ですねだから今全部でもう数えたくないですねもう数えたくない数えるのもできないぐらいねたくさんありますとにかくたくさんあるいつも僕が繰り返しですねここで言っているように 語学学習に大事なのは質より量です。ね、量が大事です。ね、質というのは、まあえー、クオリティですね。量はクオンティティですよね。クオンティティの方が大事です。量が大事。そういうことはね、たくさんあるんですね。いつも僕はここで繰り返し言っているように、まあ日本語の勉強というのはですね、とにかく時間がかかる。もう言ってみればマーシャルアーツです、ね。時間がかかるんです。ただですね、 逆に言えば、ね、よく言えば、ね、ポジティブに考えれば、えー、時間をかけさえすれば、誰でもできるようになる。ね、時間をかけさえすれば。これ時間の問題です。量の問題です。たくさん、たくさん、たくさん日本語を聞いて、ね、たくさん、たくさん、たくさん文法の勉強をして、これは違う。これはちょっと違う。これはなぜか。ね、これはなぜかというと、文法の勉強をたくさんしても、 ははっっきり言って日本語は話せるようになならないです、ね、まあ理解力は上がるかもしれないけどねだんだんね文法オタクになっていくんですね文法オタク,、ね、オ,タクオタクというのはですねオタクというのは何かにのめり込む人、ね、これははっきり言ってですねもともとはネガティブな意味で使われ始めた言葉ですねもともとはネガティブな意味で、ね、例えばアニメオタク アニメオオタタククという言葉がある、ね、オタクこれはもともとですねアニメばっかり見る、ね、テレ漫画ばっかり読むとかねそういう人漫画オタク、ね、少しネガティブな使われ方を、えー、していました今はですね今はですねはっきり言ってまあ、多少自虐的にね多少自虐自虐自虐的 <laughs> 自虐的っていうのは自分のことを例えば「俺バカだからさ」とかね「俺,俺頭悪いから」 自分のことを悪く言ってまあちょっと、まあ、ヒューモラスユーモラスですね言う言い方のことを自虐的なね笑いとかね自虐的なだからあの俺は、ね、僕はアニメオタクだからとかね自分で言うとそんなにねまあなんかネガティブなイメージが逆になくなりますよね自分で言っ,て言ってしまえばね、まあ、最近ではねあの人漫画オタクだからとか特にネガティブなニュアンスはないことが多いですね なぜかというともうアニメとか漫画とかがそんなにねネガティブななものじゃないんですねこれは日本でもそうだし海外でもほとんどの国ではある意味ですねあの一つのアートというかね、うん、グラフィックアートとか言いますからね漫画とか、うん、グラフィックアートねだからまあある意味こうアニメとか漫画が一つの アーートのカテゴリとととししてて、ね、認められれいいいるということかもしれないだからオタク自体の言葉もですね何かに詳しい人という意味に少しずつ変わってきたんですね。なので例えばあの人は電化製品オタクだからね電化製品オタク電化製品オタクっていうのは例えばまあ皆さんの国にもいるでしょなんかあの何というかな冷蔵庫とかね洗濯機とかね えー、テレビのね、えー、新しいテレビとかあスピーカーとかねそういうまあいわゆる電化製品に詳しい人っていますよね。うん、でそういう人のことを電化製品オタクとか言うけどこの場合はネガティブな、えー、ニュアンスがほとんどないですねただ詳しい人っていうことですね。あの人電化製品オタクだからあの人に、えー、とどの冷蔵庫を買ったらいいか聞いてみましょうとかね。 ね、どの冷蔵庫がいいかな分からないいろいろあって分からないねじゃあ A 君に聞いてみよう、ね、A 君に A 君に聞いてみよう、ね、A 君なら知ってるかもしれないなぜかというと A 君は電化製品オタクだから、ね、そういうふうにオタクというのはそういう使い方をします、ね、一体何の話をしているんでしょうねなんか気づいたらねオタクの話になっちゃいました、ね、実はオタクの話は次回する予定ですねオタクの話は次回またしますね えー、ここにねリストがあるんですねリストが何について話すかというリストがあって、えー、ちょっとそれがねオタクという字に目がいってオタクについてねまず話してしまいました今日は違いますね今日は初恋についてですね初恋についてあまた話が飛びますねま,まずちょっと何を話したかったとか、えー、何,何を話したかったかといえば何を話したかったかといえばですね ちょっと、まだ朝だから目が覚めてない。ね。ちょっとコーヒーを飲まなきゃいけない。コーヒーを飲まない。コーヒーを飲まない、まね。コーヒーを。熱い。熱くて飲めない。ね、熱くて飲めないです。えー、っとですね。私は何をやっているんでしょうね。僕は何をやっているんでしょうね。コーヒーが熱くて飲めない。えー、っとですね。日本語を勉強するには、量が大事と言いましたね。量が、ね。量が大事。ただ、文法はですね。 文法をたくさんやっても文法オタクになっていくだけですね。それを言いますね。なぜかというとですね。文法というのは、あの、まあ文法というのはね、ある程度、まあ初級はやったほうがいい。でも中級以上はですね、もう特に日本語の文法は、あの、書き言葉、読み書き、読み書きのためのものになってきます。えー、会話ではですね、会話ではやはり、 えー、簡単な文法を使った方が自然です、ね、あとことわざとか4文字熟語は日本語学習者はでできるだけ使わない方がいいとい方ががとうのが僕の僕意見です、ね、例えばですね皆さんが新しいことわざを、ね、イディオムですねイディオムみたいなやつを覚えたとして、ね、いつなんかこう「ああそれは猿も木から落ちるですね」とかね 猿も木から落ちるというのは猿はあの、まあ、あの身体能力が優れていてね猿は運動神経がいいですよねだから普通猿は木から落ちないでも油断をしているとねボーッとしていると落ちるなので油断をするな、ね、しっかりしろっていうのが猿も木から落ちるという言葉ですね。ねでも外国人の、ね、日本語学習者の皆さんがですね「猿も木から落ちるですね」とか。 えー、あまりね使いすぎない方がいいまあたまにはいいですよ特にあの僕のレッスンのね僕と話す時に使うのはいいですよそれはあのそういう勉強ですからねでもまああまりね一般的に使いすぎない方がいいですねこれは英語でも同じだと思うんですよあんまりねイディオムを使いすぎるとちょっとね違和感が <laughs> 違和感がありますね特に四文字塾を「音個知心ですね」とかね えー「大気晩成型ですから」とかね、まあ、特に知らなくていいです。日本語検定1級とかね日本語検定1級、えー、の試験とかには出てきますけどあくまでですねこれはあの知っといたらいい知っ,と知っといて理解できればいい、ね、単語とかあのイディオムであって使う必要はないです。使わなないいいいいい方がといいと言ってもいい、ね、やははり日本語のの会話というのは簡単な 日本語を使った方が自自然然です自然、ね、だから中級以上はですね教科書で勉強するとですね、えー、まああのまあ書き言葉メインになってしまうんですね書き言葉書き言葉読み言葉ね本とかで書かれているものそういうあの本に出てくるようなあの文章の中あの書かれた文章ですねに書き言葉ですから それを勉強するることになるなので初級ですね初級は教科書を使ってやった方がいいけど中級以上はやはり聞く聞く聞くたくさん聞くこれが大事です、ね、でその聞く内容はあまり関係ないあまり関係ないできるだけですね僕が話すようにこういう話し方普通の日本語これが大事です普通の日本語を何度も何度も同じような内容をですね何度も何度も話している もうう僕と同じように話せば皆さんの日本語は自然ですこれだけ NHK ですね NHK のラジオと同じように皆さんがもし話せばねラジオを聞いて NHK のラジオをたくさん聞いて NHK のラジオと同じように話すと不自然です、ね、なぜかというと NHK のラジオは不自然だから、ね、不自然だからというのはやっぱプロ,プロ,プロすぎるんですねプロフェッショナルすぎるんです。 皆さんが聞くのは僕みたいなね、半分、いや、半分じゃないな、もうほとんどアマチュア、ね、ほとんどアマチュアの素人の僕みたいな、このポッドキャストを聞く、これが大事なんです。なぜかというと、皆さんは普通の人のように日本語を話したいんですよね。NHK のアナウンサーのように話したいわけじゃないですね。皆さんがもし NHK のアナウンサーのように話すってことは、僕が BBC の アナウンサーのように英語を話すということで少しね違和感がありますよね。わ <laughs> かります。わかりますよねみ。皆さんの友達で bbc のアナウンサーのように話す人がいますか？普段からね。bbc のアナウンサーだって。普段はあんな話し方はしないんですね。もちろんのこと、あんな話し方を家でね。あの夫婦で。<laughs> 子ども、ね、子供と一緒に、ね、話すなんてもう冗談ですよ。もうほとんどコメディの世界です、ね、<laughs> あのー、CNN のニュースとかね ABC のニュ,ースニュースキャスターとかい,いますよね、あのー。例えば天気予報を読む人ね天気予報を読む人すごいじゃないですか天気予報ね。ららららって。ね。ABC ニュースの天気予報ねウェザーフォーキャストあんな感じで家族で話をする人はいない いいいですよねいたらちょっとなんか疲れますよね <laughs> なのでリスニングの、ね、リスニングのコンテンツとしてはあのー、まあ、こういうのが一番いいんですね「日本コンテ哲平」みたいなのがね自分で自分のことに自画自賛してます自画自賛。<laughs> 自画自賛というのは自分の自分で自分のことを俺すごいだろうね俺の。 俺の、俺のポッドキャスト聞けよ。みたいな、ね、僕のポッドキャスト聞いてください。ね。自分で自分を。だってこれすごいから。ね。すごいいい、いいから。ね。それは言ってないです、ね。さっき言ったみたいに、僕のポッドキャストのクオリティは低い。でも、これはわざと、ね。わざと、あえて、ね、目的を持ってレベルが、あのクオリティが低い。これが大事。<laughs> まあ、言い訳ですけど、クオリティを下げている。これは皆さんの、 ために、ね、素人のポッドキャストを聞く素人のねアマチュアの日本語を聞くこれが普通のねアマチュアな日本語を話すためのに必要なことですプロフェッショナルな日本語を聞くのはもうやめてください、ね、はい、えー、前置きが長いですね前置きがすごい長いね今日のトピックは初恋について少しだけね話してみたいと思います初恋、ね、どうですか初恋 いい響きですね初恋ね初恋というのは初めての恋、ね、初めての恋のことを初恋と言います恋恋、えー、恋する、ね、恋するる、ね、愛、ね、誰かを好きになる、ね、まあ男性なら女性女性なら男性、ね、それだけではなく男性が男性を好きになる女性が女性を好きになるそういうことももう もう皆さんわかってますよね当たり前ですよね。当たり前にあり得る話、ね、であとはあとはですねあとはなんかこうだからさっきの話に戻るけどアニメとかね漫画とかのねキャラクターを好きになってしまうとねそういう、ね、ちょっとちょっとあのそうですねまあ悪いとは言わないけど悪いとは言わないけどちょっとね度が過ぎるとですねなんか最近日本ではもうなんか。 なんかアニメのキャラクターと結婚したいとかねそういうことを言う人もいるちょっとそれはねおいおいおいちょっとち,ちょっとねそれは行き過ぎじゃないだろうとね自由な世界ですけど自由な世界ですもちろん自由な世界だけどちょっとねそれは行き過ぎじゃ,ぎじゃないのと僕は少し思ってしまいますけど皆さん初恋のね初恋の、えー、エピソードありますか、ね、も,もちろんありますよねもちろん皆さん誰,誰しもがね 初恋の経験があると思いますもちろんね初恋っていうのはすごいねあの若い時ですから普通初恋が30歳とかありますありますあるのかな、ね、30歳で初めて誰かに恋をする、まあ、それはそれで素晴らしいこと、ね、それはそれで素晴らしいことですまあ年齢はあまり関係ない、ね、年齢はあまり関係ない今までね例えばあのなんかこう 生まれ育って、ね、もうすごい大変な生活をしてても恋愛どころじゃなかったとかね <laughs> そんな子供いるかな恋愛あ,あまあでもそんなああでもどんな環境でもですね人は恋をするんだと思いますけどね僕はどんな環境でもうん例えばそれが戦争中だとしても、ね、戦争中だとしても人は人に恋をして、えー、そこにね、えー、まあそれでまあそれで子供が生まれるとは限らないですけどまああのまあ 人まあ家族というね形を作るのはもともとはやっぱり人を好きになってというパターンがほとんどだと思いますよね、まあ、国によって違うかもしれないですけど、まあ、とにかく人,人が人を初めて、えーまあ、異性だったり、ね、同性もありえる、ね、全然ありますよで好きになるこれを初恋と言います僕の初恋はですね僕の初恋はあのまあもちろんね覚えてる範囲でありますね。例えばもう歳歳ぐらい10歳とか 11歳ぐらいの時に覚えてますねあの友達ね男3人 <laughs> 僕なんか男3人って多いですね僕の人生の中で男3人って何か多いです、ね、男2人もあるけど男3人多いですね何か知んないけど男3人でねよく一緒に帰ってたんですね学校の帰り。あの日本ではでははすね小学校もう、まあ、実は幼稚園ららいからあの学校 学校に、ね、歩いていきます子供だけであのスペインだとですね特に今バルセロナに住んでるんですがあの子供親がね親が子どもを連れていくんですね学校にえー、ヨーロッパアメリカほとんどそうかなオーストラリアとかもそうですよねおそらくまあもちろんいろいろなね危険が危険がある、ね、そういう、まあ、その心配する気持ちはわかるんですが なんんか10歳ぐらいででも全然あの親が連れて行くんですね僕はちょっとそれは、まあ、慣れないですね10歳,10歳になっても親と一緒に行くのみたいなねだって僕はえー、っと多分5歳ぐらいからあのお,、ね、お姉ちゃんとですね姉と2人で歩いて学校に行ってましたで多分7歳ぐらいから7歳8歳 朝はねお姉ちゃんと一緒に行くけど帰りは1人で帰ってましたね帰りは1人で家まで 1km ぐらい歩いて帰ってましたねもちろん僕は田舎出身なので田舎なのであの、まあ、まず危ないということがなくて、まあ、車もねほとんど通ってない <laughs> 車もほとんど通ってないねお時間が来てしまったちょっと恋愛について初恋についてだから10歳ぐらいの時に 男3人ですすね男というか男男かのの子子子でででまだ子供です男の子3人で集まって帰りですね帰り道に誰が好きとか聞いてた気がしますね。うん、で僕は「S ちゃんが好き」とかね「S ちゃんが好き」とか「F ちゃんが好き」とかなんか言ってた気がします。はいまあ、でもそれは初恋というよりはどっちかというとまあ,まあ初恋っちゃ初恋だけどまあちょっとなんかまあ,まあ全然まだそんな感覚ないですね。 まあ正直言うと初恋はおそらく13歳ぐらいですね、13歳、中学生ですね、日本でいう中学生、うんまあ、中学生ぐらいの時はもう、あの子が好きだっていうのはありましたね、ありました。かといってね、あの日本の中学生ですから、特にちょっと前のね、今の中学生じゃないので、全然もう、全然ですよ、もう手を,、うん、手をつなぐのもね、もうすごい恥ずかしい。 13歳、14歳そうです、15歳、僕は15歳ぐらいまで女の子と話すのも恥ずかしい、手を握るのも恥ずかしい、ね、それって思うんですね、あのまあ、今、スペインに住んでますけど、もうスペインの13歳とか14歳は、もうなんか、もうキスしてるんですね、<laughs> パブリックなスペースで。 公共の場所でそれびっくりしますやっぱりね慣れてるんですよねそのキスという文化僕なんてもうキスなんて考えるだけでも顔が赤くなるとかそういう中学生です、ね、でも日本はまだですねまだそのヨーロッパに比べるとゆっくりしてると思いますねヨーロッパのね子供を見るともう10歳とかでもなんか女の子はねもうなんかすごい女の子って感じだしよ まあ男の子は少し、もう少し子供っぽいけど、まあ、体もおっきいしね、ちょっとやっぱ違うなと、初恋の,の時期も早いんじゃないのかなと思いますけどね。皆さんどうでしたか皆さん覚えてますかおぼ思,い思い出して切なくなりますね。<laughs> それではまた皆さん、また、チャうチャう